い、どうもこんにちは。この動画では Mixamo、Blender、After Effects、Element 3D を使ってあなたの日常に空想のキャラクターを登場させる方法をご紹介します。今回のアクションステップはこちら。今回の内容は VFX の基本になるカメラトラッキングを使っていきますが、これが使えるとスタンドを作ったり、モンスターを召喚したり、いろんな映像で使えますので、ぜひとも試してみてください。それでは早速本編を見ていきましょう。アクション。まず早速 After Effects でカメラトラッキングのやり方を紹介します。これはぜひとも覚えておいてください。ということで新規コンポジションを作成しておいてから、この中にトラッキングする映像を挿入します。今回はこのパソコンの映像ですね。Perfect Human です。そうしたら映像がちょっと傾いておりますので、スケールとか回転でこれを正しい位置に変えておきます。そうしたら映像がちょっと暗いので、エフェクトのところからカーブを探し出してこれを適用していきます。そして画面をいい感じで明るめにしておきましょう。それではこれをプリコンポーズしておきます。映像をそのまま作るのであればここからスタートです。プリコンポーズしたこの映像にエフェクトから 3D カメラトラッカーというエフェクトを提供していきます。すると自動的に背景を解析してくれて、この映像が 3D でトラッキングされたデータとして出力されます。つまりこの映像内でも Z 軸方向に動かせるようになるということですね。さあ、するとここにスナイパーのように点々がいっぱい出現します。その前にこのアドバンスの高度なところを開いて、ここのアベレージエラーという数値がなるべく4よりも下の数値で表示されていれば、エラーが少ないということなので、比較的綺麗にトラッキングすることができます。さあ、そしたらここでパソコンの地面を設定していきますが、コマンドキーを押しながらこの点々をクリックしていくことで、面積を指定することができます。今回はこのタッチパッドにキャラクターを立たせていきたいので、この四隅にある点々を選択していきましょう。はい、こんな感じでいいですね。画面に映っているあっちゃんもパーフェクトスタイルと言ってます。そしたらこの状態で右クリックを押して平面とカメラをここで作っておきましょう。するとレイヤーには 3D トラッカーカメラと平面の両方が出現します。さあ、するとタッチパッドに平面が召喚されました。そしたらこの平面は回転のメニューを開いておいて Z 軸を動かしてからトラックパッドに平行に回転させていきましょう。そして大きさも上げておきます。これでいい感じで地面を作って見やすくしておきます。さあ、これでパソコンの上にステージが出来上がりました。この上に誰かしらを呼んでみましょう。ということで、ここでコマンド Y で新規平面を作っておいてから、エフェクトからあらかじめ購入しておいた有料プラグインのビデオコーパイロットエレメントを選択しておきます。このエレメント 3D では 3D のオブジェクトを作成することができます。ということで、まずシーンセットアップのところで 3D オブジェクトをお一つお持ち帰るように作りましょう。今回は面倒なのでビデオコーパイロットのスターウォーズのオブジェクトをサンプルで挿入しておきます。とまあこんな感じで挿入しておいたら、エンバイロメントのところで環境光、つまり反射する光を調整できるので、ここから部屋の中で撮影したのであれば、それっぽいやつを選んでみましょう。この辺の数値を調整するといいですね。これで OK。とはいえ、このままだと R2D2 はスタンド使いにしか見ることができません。そしたらこの R2D2 の設定を先ほど設定した平面と合わせるために、位置のところをコピーしていってから R2D2 に貼り付けしていきます。回転のメニューも忘れずに平面と同じ向きに来るように貼り付けてあげましょう。さあ、これで OK。とはいえ、このままだと小さすぎて顕微鏡を準備せねばならないので、グループ1を開いておいて、ここのパーティクルルック、この中にあるパーティクルサイズでオブジェクトの大きさを上げていきましょう。そしてこの X ローテーションで90度ほど回転させれば、こんな感じでパソコンの上に R2D2 を召喚できます。生贄は必要ありません。これでひとまずターンエンドだぜ。ちなみにこのモンスターの配置を変えたければ、エレメント 3D 画面から空間的に Y 軸方向へ動かすことで変えていくことができます。そうしたら次はここに影を加えていきましょう。ひとまずエレメントの画面のところからクリエイトへと進んでおいて、この中にあるこのプレインモデルというやつを追加していきます。すると下敷きになります。そうしたらこのパネルはこのようにスケールで目いっぱい拡大しておきましょうか。そしてこのプレーンに質感を加えるべく、マテリアルのところを開いて、このボールを参考にしながら質を決めていきます。とはいえ今回は影を作っていくので、このマットシャドウですね。
これで 3D オブジェクトに対して光を当てると影が出現します。これで OK。そしてレンダーセッティングのところを開いておいてから、ここの Enable のスイッチをオンしてオンしてオンしまくります。コマンド Alt Shift L で新規ライトを作っておいてから、ここでライトの種類をスポットライトにしてみましょう。シャドウ落とすにチェックを入れておいたら、これで装備魔法スポットライトの完成。そうしたらさっきと同じですが、ポジションであったり回転の方向とかも下のレイヤーからコピーをしておいてライトに適用してあげます。これで装備完了。あとはライトの位置をずらしてあげるとこのように影が浮き出てきます。これが基本的な 3D オブジェクトの挿入の方法です。では続いては動きのある 3D オブジェクトをここに挿入していきましょう。ということで今回使うのがミクサモというサイトです。ミクサモに行くとここではまずキャラクターを選択しましょう。するとここにいろんなキャラクターのオブジェクトを選択できますので好きなキャラクターで参戦していきましょう。このおばちゃんは攻撃力が高いですが生贄が2体必要なのでやめておいて、このちょっと赤いモデルのキャラクターで参戦していきます。泥人形でしょうか。そうしたら続いてはアニメーションのところで動きを決めていくことができます。ということでこの中から好きなアニメーションを選択して、まあいろんな動きがありますのでここから選択して設定とかもこれでいいと思ったらダウンロードしていきましょう。ここでフォーマットとして FBX ファイルで保存していきます。後の設定はこのままで OK。 ダウンロードできたら次です。続いては Blender というフリー 3D 制作ソフトを使っていきます。プロも使う無料ソフトですが今回は主にファイル変換として一瞬だけ使います。ということでブレンダーを開いておいたらキーボード A で全部選択して X で削除しておきます。そうしたら上のファイルのところからインポートへと進んでここで FBX ファイルをインポートしていきます。先ほどダウンロードした FBX のお人形が踊るファイルを選択しておきましょう。この時アニメーションのところにはチェックをしておきます。さあすると5億年ボタンを押したかのようなだだっ広い空間で踊るお人形が挿入されました。この下のタイムラインで範囲を指定することができますのでここでフレームの数を指定するといいでしょう。とはいえ今回は説明なのでちょっと短めに書き出していきます。そうしたら上のファイルで書き出しを押してここで OBJ ファイルとして書き出ししていきます。 OBJ 形式に変換しておくことによってようやく After Effects に取り込むことができるようになります。ということでここで書き出しますが、アニメーションのチェックを入れるのを忘れないようにしておきましょう。さもなくば魂の牢獄へ閉じ込められて動かなくなってしまいます。さあこれでもうブレンダーに用はありません。そうしたら After Effects へと戻ってここでまたエレメンツの画面を開きます。ここでファイルを読み込むのですが、こいつは罠だ。下のインポートの方ではなくて上のファイルのところにあるインポートから読み込んでいきます。3D シーケンスとして読み込むことによってアニメーションを入れることができます。一番最初のファイルを選択しておいてこれで OK。 設置する場所を地面からやりたいのでここをボトムにしておきます。そしたらこれでモンスターを召喚することができますが、サイズが小さいのでトランスフォームのノーマライズサイズで大きさを普通サイズにしておきます。 R2D2 にはもう用はないのでお別れの挨拶を言ったら生贄に捧げて表示にしておきましょう。それではこれで OK です。するとこんな感じでコンピュータの上で踊り狂う泥人形もしくはマッドレインボーの召喚が完了です。もしこの踊るスピードを変えたければパーティクルルックの中にあるベイクドアニメーションのところからスピードを上げたりもしくはスローにしてみるといいのではないでしょうか。あとは先ほどやったようにライトを調整していくことで実際にコンピューターの上に立っているかのように見せることができます。光が強すぎると感じたらシャドウダークネスの数値を下げていったり、あとはコーンフェザーなどでライトの範囲を指定することもできます。ライトが一つだけだと不自然な場合は何個もライトを重ねてみて思い描いた影ができるまでチャレンジしてみるといいかと思います。さあということで今回の動画は以上です。もっと簡単にやりたい場合は Adobe Aero というソフトで手軽に AR 動画が作れたりしますが、近い将来このように日常世界にいろんなキャラクターと一緒に生活する世界が来るかもしれません。それではここまで見てくださり本当にありがとうございます。スキルを身につけ新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ。いつか会える日を。